左の脇に置きまして、はい、蓋巻きしております。はい、ここから、はい、一度折りまして、大変硬い帯ですので、厚みのある帯ですので、はい、肩にしっかり輪の部分敷きまして、はい、中側に一度折って、はい、しっかり、はい、上に持ち上げまして、はい、手先を4等分にして、はい、左に引いて、中心に戻して、はい、肩にかけて、はい、ここで、はい、仮紐をします。はい、この仮紐は、はい、しっかり、きつめに結びます。はい、そうしましたら、はい、くるみがつきますので、手先をここで止めておきます。はい、くるみがつかないように、もう一度しっかりと敷きまして、はい、三重の仮紐をいたします。はい、際から、はい、帯を広げましたら、はい、このまま、えもんから7、8センチ長く取りまして、はい、ここで真半分にしまして、はい、ここで、はい、中心から、はい、このように折り込みまして、3本、はい、全部に入れます。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、きれいに、このように、はい、この角のところで、はい、きちっと折ったときに、できるだけこれは、端に近い方に、はい、ゴムをかける。はい。で、そうしましたら、はい。一本だけこの羽の後ろに移動させます。はい。真半分に折りまして、はい。右に一度下げます。はい、引っ込んで両端を折る、はい、こんなひだを作りましたら、はい、羽の下にあるゴムに、はい、下に通して、はい、これを上にかぶせておきます。はい、この輪の中に枕を通して、はい、交差の上にしっかりと乗せて、はい、ちょっと裏が出るようでしたら、少し幅出しをしながら、はい、縫い目を通します。左の羽の長さを、はい、このように決めまして、はい、この下がっている手先を、はい、短冊に、はい、今度少しだけ畳みまして、はい、後ろの1本移動させたゴムに、
上から挟みまして、はい、この羽の中心に来るまで敷きます。はい、敷きましたら、はい、このひだを、はい、そのままきれいに、はい、作りまして、はい、ここに、はい、無地の部分が出ませんように、はい、左の方だけを深く折り込みまして、はい、前に持っていきます。はい、そうしましたら、